どうも中村です。今日はね、表参道にいます。もう今買い物後なんですけれども、本当にね、めちゃめちゃ今季ね一番と言っても過言ではないぐらい欲しかったシャツがね、はい、入荷したという情報がありましたので、今買ってきたという感じでございますね。はい、なんとお値段がね13万ぐらいしましたね。いやでもね、これはちょっとマジで欲しいなっていう、マジで欲しいし普通に着たいなっていうアイテムなので買ってまいりました。今日ね急に雨降ってきてゲリラみたいな、めちゃめちゃ大変でしたよ。最近ずっとずぶ濡れになりながら服買ってますね。ずっと雨にも負けず服買うやつみたいな感じになってるんで帰って早速ねレビューしていきたいと思います。はい、ということで帰ってまいりました。こちらですよ、こちら。はい。ブリスバンノッテンさんです。ブリスさんの 23AW のアイテムを買ってまいりました。さっき言ったんですけど、シャツなんですよ、シャツ。シャツで、まあ、超いい素材を使って、いい感じのシルエットにシャツでくれてるんですけれども、僕いつも結構最近シルエットがめちゃめちゃいいっていうので服選んだりすることが多いんですけれども、全体のバランスですごい好きになって、ガシガシ着ていけるエースみたいな、まあ今季のね、あの勝負シャツを買ってまいりましたので、そちらね、ご紹介していきたいと思います。こちらですね。このショップは変わってます。こうやって、中にこうやって蓋できるようになってます。便利。こちらでございます。まあ、暗めのアイテムではございますが、開けていきましょう。いやー、これはね、良かった。マジで良かった、これは。こちら、ブリスバンノッテさん 23AW のボタニカル柄の、まあ、シルク 100% のシャツでございます。いやー、めっちゃ上質。これ本当に欲しかったんで良かったです。これが入ってくるのいつなんだいつなんだってめちゃめちゃ構えてたんで、もうこのために僕ちょうどねこれ税込みで13万円ぐらいなんですけど、現金でプールしといたんで、まあ、シルク 100% のシャツということでめちゃめちゃ上質っすね。まあ決して安くはないアイテムだとは思います。こんな感じで、まあよーく見るとボタニカルって言ったんですけど、ちょっと植物柄というか自然の植物の柄がこういう風にプリントされているようなシャツとなっております。僕シャツの中で一番好きな素材感っていうのがシルクなんですよ。シルクシャツってお手入れとかすごいちょっとまあ難しいところというか気をつけなきゃいけないところが多いから、まあちょっと億劫にされる方も多いと思うんですけれども、まあそのシルクのシャツで、まあお色味と柄ともにすごい雰囲気にいいなと思ってこれをね買わせてもらいました。本当に簡単に言うと高級素材なんですよ。まあすごく蚕の繭から取られてるような、まあ本当になかなか取れないような素材感で、めちゃめちゃ透け感があるようなシャツになっていて、でもすごいね綺麗な素材感ですよ。サイズはね一応 S サイズにさせてもらいました。まあ SM って表記があるんですけど S サイズですね。今回せっかくなんでドリスさんの 23AW のことについて話していきたいんですけれども、メンズのテーマが自然のエネルギーみたいなテーマなんですよ。一人の探検家の、まあ、書籍とか研究をもとに、まあ、そこからインスピレーションを得て、まあ、今回のこういう自然の柄だったりを作られているっていうようなテーマとなっていて、まあそこにちょっとレイブカルチャーみたいなものが混ざっているようなのが、まあ、今期の、ドリスさんかなって感じでございますね。すごくドリスさんっぽい、シーズンだったなと僕は思ってます。アレキサンダー・フォン・フンボルトさんという方なんですよね。フンボルトペンギンっていうペンギンがいるのを皆さんご存知ですか？そのフンボルトペンギンっていうペンギンを見つけて名付けたのがその方で、フンボルトペンギンっていう名前になったペンギンもいるぐらい、まあ、すごい有名な方らしくて、もうね、このドリスさん 23AW で初めて知ることになったんですけれども、食べている書籍とかも自然のものとかが多いんですよ。自然のものって言い方あれなんですけど、まあ、植物だったりとかこうスケッチだったりとかそういうものが多くて、多分そういうのからインスピレーションを得てこの柄を作られたっていう風に、このシャツもその一つって感じですね。今光に当たってると多分すごく見えやすいと思うんですけど、この辺にね全部これ、はい、草木が書いてありますね。こんな感じですね。まあ、シルクなんで素材感がめちゃめちゃ柔らかいので、これ S サイズなんですけれども、ちょっと袖がね、もともと長めという風には言ってたんですけれども、ちょっと溜まる感じにはなりますね。ここら辺はほんと素材特有ですね。僕シルクのシャツって自分で作ったこともあるぐらいめちゃめちゃ好きなんですけど、やっぱりどうしても下に重力に負けやすい素材感なんですよね。年中いけるんですけど、春夏にも羽織れるぐらいめちゃめちゃ薄で、通気性もいいので、めちゃめちゃ気持ちがいいシャツですね。で、肌触りもめちゃめちゃいいんですよ。すごく皆様にも、ぜひ着たことない方に着てみてほしいなっていうシャツですね。で、この柄と色味がすごい合ってるなっていうのが正直もう決め手ですね、本当に。ドリスさん今季めちゃめちゃいいっていうのをなんかこの前動画でも話したと思うんですよ。今季 23AW どれが良かったかみたいな話をした時にやっぱドリスは入ってきたんですよね。まあそれぐらい毎シーズンいいなと思うようなブランド で、ネックレスとかごっついのめっちゃあったんですよ。すっごいごついのがあって、だいたい15万円ぐらいのネックレスで、ただなんか1個だけ30万のめちゃめちゃもう、ウォレットチェーンでも使えるし、まあコートにもつけれるよみたいな、すごいいかついネックレスというか、いかついチェーンがあって、それとかもめっちゃ良かったっすけどね、それほんと欲しいなと思ったっすね。日本だとトゥモローランドさんがやられてるんですよ。トゥモローランドさんが正規代理店として、ドリスバンノッテンっていうお店をやってるんですよね。なんかそのドリスバンノッテンにはもちろんドリスバンノッテンしかないんですけれども、これどこのブランドもそうだと思うんですけれども、基本的にじゃあその全部のアイテムって入れられないんですよ。まあ大体
体その多分、ドリスバンノッテンさんぐらいになると言ってたんですけど、まあ、400型ぐらい、まあ、その1シーズンでバーって深く作られるんですよね。で、そこから、まあ、こういうのを日本の店舗に入れようみたいな感じで、まあ、バイイングする人がいて、こうバイイングしてきて、まあ、日本でバーって並ぶみたいな。今回は、まあ、その、日本で並んだアイテムで言うと、やっぱシルクのアイテムが多かったんですよ。シルクシャツとか、シルクジャケットっぽいものだったりとか、シルクのアイテムが本当に多くて、まあ、だから本当に結構目移りしちゃって、これが欲しくて行ったんですけど、まあ、どれもいいなってなって。大体シルクのアイテムは10万円、まあ、10万円ないか、12万円。これが一番安いですね。これぐらいで一番安くて、これがポケットついたバージョンと、まあ、テーラードっぽいジャケットバージョンもあったりして、この柄この色で。ちょっとポケットついてると15、6万円になって、ジャケットになると、まあ、22万とか3万とかそれぐらいって感じですね。大体のシャツとかは今回装飾すごいんですよ。もうなんかレイブカルチャーも混ざってるから、もう本当に結構激しめに、まあ、割と派手めだったりとか、インパクト強いアイテムが多いなってシーズンでした。ただ、いつものドリスさんっぽいテーラードジャケットだったりとか、今回ミリタリーっぽいアイテムもちょっとあったりして、まあ結構今回もやっぱバランスよくいろんなアイテムがあるなって感じの印象って感じですね。ここ数シーズンずーっと僕はドリスさんいいなと思ってるんですけども、まあその中でもだいぶ良かったんじゃないかなってぐらいめちゃめちゃいいですね。ドリスさんレイブカルチャーって結構3シーズン4シーズンぐらいに1回は入ってくるんですよね最近。多分見てる方、追ってる方はわかると思うんですけれども、ね、影響を受けてるんでしょうねおそらくね。そこは僕わからないんですけど、そこまでは。結構ね、他にもデニムジャケットで樹脂コーティングされてるアイテムとかもあって、まあ、これとかね、値段が、一番見た中では一番安かった10万円ぐらいとか。あの、カットソースウェットはちょっと今回あんまり見てなくて、そこまでビビってくるものが僕はなくて、本当にね、シャツとか、あとはアウター。と、あとは、そのネックレス、みたいなところがめちゃめちゃ良かったって感じですね。なんかこのダークネイビーなんですよ、これ。で、このダークネイビーにこの柄が入ってるってのめっちゃ良くないですか？このダークネイビーに入ってるのがいいなと思ったんですよね。だからこれ多分ね、今光が当たってるとめっちゃ見えると思うんですけど、当たってない場所とか遠目だとこれぐらいだとちょっと分かりにくいじゃないですか。シャツの雰囲気自体もめちゃめちゃいいなって僕は思ってるので、本当に欲しかったから良かったなと思いました。なんか着て似合わなかったらどうしようかなと思ったんですけど、まあやっぱりシャツなんで、まあなんとでもなるかなって感じはしましたかね。久しぶりにドリスさんで買ったので、めちゃめちゃ僕は嬉しかったですね。モードっぽくてシルクのシャツすげえ欲しかったんで、まあ、超本当に嬉しいですね、これは。めちゃめちゃ欲しかったですね。相当良くないですか？めちゃめちゃいいわ。まあ、ちょっとこう赤っぽいブラウンっぽい花が入ってたりとか。で、その花もなんかバラとかそういう風な強い植物じゃないんですよね。ぜひね、の方はね、ドリスさん見に行ってみてください。はい。ちょ、点数とかね、多分多くないと思うんですが、見てみてください。いや、この光沢感とさ、この感覚めっちゃいいわ。このシャツ超いいわ。そういう本当に森とかに生えてるような、まあ、草みたいな、草木みたいな植物なんで、雰囲気が本当いいんですよね。で、このシャツしか出ないような、このシャツしか出せないような雰囲気なんで、だからそこがめちゃめちゃいいなって感じのアイテムですね。本当にすげえいいですね。こんな感じで僕はいつもファッション系動画を上げております。もしいいなと思った方はチャンネル登録と高評価を、内藤内藤よろしくお願いいたします。はい。僕もね、この23円多分勝負のアイテム買いましたとか、これめっちゃ欲しくて狙ってますみたいな方いたらね、コメント欄で教えてください。はい、気になります。あと何でもいいんですけれども、コメントいただけたらめちゃめちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。はい。はい、それでは、マジニアでお会いいたしましょう。失礼します。